15分ですね。ドラゴンゲートの 5.11 大阪大会試合結果予想ということで、それもやっていこうかなと思いますね。はい。まず第一試合がですね、ヤマト UT リー、奥田対 KG、ヤシー、クネス、問題ということになっております。まあ、それでは9分22秒 UT がビエンジャムで問題というか取るというふうに予想しましたね。まあ、こう結構異色のタッグっていう感じにはなっておりますよね。まあだってね、ヤマト UT、そしてね、マキシマムのリーもそこに加わって、奥田も加わったりしてるっていう異色ですよね。で、KG、ヤシー、クネスに問題というか加わってくるっていう。お互いに職のタッグの中、まあ UT が先ほど言った通り勝ってくるという感じじゃないかなと思います。はい。そして第2試合が、C ブロック公式戦ですね。堀口対吉田。お互いにこれは開幕戦。開幕戦というよりかは、まあ、初めての試合っていうかね、一戦目っていう形ですかね。まあ、これの試合はね、幾度となく戦ってますから、また今年もかっていう感じですけどね。はい。予想ではね、13分4秒、堀口がバックスライドで吉田から取ると。やっぱりなんか、堀口は対吉田にはめっぽう強いのかなっていうイメージがありますね。やっぱ吉田にフルボッコにされつつも、最後はバックスライドで決めてくるっていうあたりがね。結構、そういう場面、もうなんか、この際の戦いってそういうイメージが僕はあるんで、ここでも堀口が勝ってくるんじゃないかなと思いますね。はい。そして第3試合がですね、吉野キッド石田対ストロングマシーン JFG となっております。まあ、それでは10分56秒、ストロングマシーン J がですね、まあ、新風車固めて石田から取ると。まあ、まだまだ連戦連勝は止まらないとは思いますね。いずれ止まると思うんですけど、ここで止まるってことはないんじゃないかなと思いますね。はい。そして第4試合。これ結構なんか見どころというか、ああ、これなんかすごい面白そうやなと思いましたね。スリーウェイタックマッチとなっております。弁慶吉岡対西良俊対パック清水組ということで、ああ、結構なんか珍しい組み合わせがちらほらとありますから、一体どうなっていくのか。まあこれはおそらく一本勝負。誰かが決め、勝った時点でも終了やと思うので、まあ一本勝負というふうに予想はしておるんですが、まあ予想はですね、13分43秒、清水が砲丸投げスラムで、旬から取るんじゃないかなと思いますね。やっぱまあこうパッと見た時に RED チームが、ちょっと頭一つ抜けてるんじゃないかなっていうか、出てるんじゃないかなっていうのがあるので、まあ旬はね、後楽園の方で便器に救出に入って、っていうのもありますんで、ここは清水がね、まあ、春か弁慶どっちかからか取るんじゃないかなと思いますね。で、また清水がマイクを持つっていう感じになるんじゃないかなと思います。清水のなんか嫌われようがすごい異様ですね。本当にね。なかなかちょっとそれは、ヒールレスラーとしてはいいことなのかもしれないんですけどね。まあ、後楽園の時もちょっと何言ってるか分かんないみたいなことがあったので、その辺だけはちょっと直してほしいなっていうのもありますけどね。はい。そして、第5試合が、キングオブゲート、D ブロック公式戦、望月対カイドになっております。カイ、キングオブゲート初出場。まあ、当然だからね、ドラゴンゲート参戦したばかりなので。で、入ってきたと。そして、いきなりの対戦で望月ですよ。これまたすげえ楽しみな。ねえ、組み合わせとなっております。望月は後楽園の方で旬に負けてるので、まあ、2連敗は正直言って避けたいところではありますよね。まあ、それでは9分33秒、望月が三角蹴りで下位から取るんじゃないかなと思いますね。まあ、ここは望月が勝ってくるんじゃないかなと。下位には開幕、初戦はね、落とすんじゃないかなっていうのが、個人的にはありますね。続いてが、まあ、第6試合。A ブロック公式戦となっておりまして、土井対カズマ坂本。これもまだカズマ坂本。初出場。ね。いきなり土井ですよ。これもまたすごい。カズマ対土井っていうのがね。もう、シングルはもちろん初対決かなと思うので、カズマがね、シングルほとんどやってないじゃないですか。こう、ドラゴンゲート来てね。ほとんどやってないんで、結構、このキングオブゲートカズマ、もしかしたら台風の目になりかねん、と思いますね。シングルでどこまでね、この、出してくるのか、癖物感をね、出してくるのかって感じですね。まあ、それでは14分8秒、カズマが、まあ、ハーフパッケージドライバーで土井から取るんじゃないかな、と思いますね。まあ、土井も後楽園では KG に負けてますが、もうまあ、これ2連敗してくんのじゃないかな、と思うんですが、まあ、カズマが勝ってくるのかなっていうのもね、やっぱありますね。なんでまあ、ここカズマが勝ったら、まあ、ちょっと面白くなってくるんじゃないかなと思いますね。
はい、そして続いてがメインイベント第7試合、B ブロック公式戦ですね。進む対エータ。エータは吉野に初戦勝っております。で、進むは今回が初戦となっておりますね。まあ、予想では16分でエータがインペリアルで進むから取るということで、エータの2連勝かなと思いますね。進むは開幕を初戦落とすという形になっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、まさかの対吉野に対してのあのね、瞬殺劇があったので、まあ、今回瞬殺はないとしても、勢い的にはエータの方が断然上なのかなっていう感じがありますので、まあ、エータが取ってくるんじゃないかなと、ここはね、もう勢いそのままに勝つんじゃねえのっていう感じですね。はい、なので、大阪大会は、まあ、7試合あってね、結構見どころ満載の対戦カードがずらりと並んでいるのかなというふうにも思いますね。はい、ということで今回この辺で終わります。チャンネル登録をよろしくお願いします。リクエストコメントとか他にもね、こちらのね、エディオンアリーナ大阪大会の、まあ、試合結果予想だったりとか、まあ、その辺のコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで今回はこれで終わります。